こんにちは、のむかつです。2021年9月6日月曜日、丹野海水浴場、快晴です。今日の動画っていうのは、快晴の丹野海水浴場を背にしながら、言ったらその動画自体はもう言ったら淡々とそのカメラを置いてその景色をずっと映し続けるんで動きはないんですけど、ちょっと言うと話したいっていうか、結構話したいネタみたいなのが結構たくさんあって、たくさんあるんで多分一本で収まらないと思うんですけど、この前見てた激突竹中 VS ひろゆき VS 竹中平蔵みたいなのがあって、これ面白そうやなみたいな感じで、結局竹中小泉構造改革郵政民営化っていうキーワードがあって、言ったら派遣法改正で、その竹中平蔵さんっていうのはパソナっていう人材派遣会社の会長をやってて、要は政府の機関に入り込んでいって経済政策を提言する、首相とか自民党にこういう風にしたらいいですよ、こういう風にしたら経済が良くなりますよ的な話で、要は結局派遣社員を増やすような政策を取っていって自分の会社がボロ儲けした。で結局それで貧困、日本で4人に1人が、子供を産まないような男性でですね、時代で、結局それっていうのは要は自分の選択なんだから、そういう時代になったんだっていう考え方もあるんですけど、要は結局子供を産みたい人、産みたくったり結婚したいとか交際したいとかって思っても貧しくなりすぎてしまって、貧しくなりすぎてしまってもう子供家庭とか作れない人たちが大量に発生し、そういう人たちの、ルサンチマンっていうか、その売る怨念っていうのが、言うた竹中映像に集中してるみたいな感じなんですね。要は竹中構造改革で派遣社員が増えて、その雇用が不安定化して、いうところ、日本人女性っていうのはもうその不安定な人、経済的に不安定、安定してない人っていうのはもう結構敬遠するんで、そうなってしまうと、やっぱしあれですね、結婚とかしなくなるんで、結局そうですね。それでひろゆきがその今特にそういうなんていうんですか、貧困の問題、もういよいよ例えばそのバブルが弾けてからのレオリーベ政策っていう、小さな政府で、あとはもう民間が勝手に努力して、そのあとはその金持ちよりにはその金持ちを優遇するのが、言ったら税制的にもいろんな社会的にも優遇するのがその社会の発展につながるんだみたいな考え方がいつしか起こってきて、それを加速していって、結局もう社会全体がうまく回らないんじゃないかっていうことがどんどん見え始めてきた年、そこにコロナがやってきたっていうのもあるんですけど、とにかくみんなが、多くの人がその、竹中平蔵お前が悪いんちゃうんかみたいな形で、で、ひろゆきも、言った今回は討論で、そっち側の感じで、その、竹中平蔵さんのことを、言うたらいじる。例えば、あなた何本儲けたんですかっていう。オリンピックとかでも、大量の派遣、社員を、オリンピックに派遣して、言ったらボロ儲けしたっていう。で、竹中平蔵さんの言い分っていうのは、確かにそれで儲けた、の事実だけど、もっと他にも儲けてる会社、商社とか、すごい、うちのパソナの利益なんかよりは、何倍もあるんだ。で、やった広い式は、別にそんなことじゃないんやっていう、何本儲けたんですかって、そんなこと言う義務ないよみたいなことを竹中さんが言って、じゃあ、広之さんはそのいくら儲けてるんですか、そんなことこんなところで言いますかみたいな感じだったんです。で、確かにその YouTuber の中には、竹中平蔵のパソナっていうのはそんなに儲けてないのに、そのみんなが、その、前とは自分を貧困とか、竹中さん、経済政策に対して、その、言うたらその被害者やみたいな思ってる人たちっていうのは、言うたら怒ってるみたいな感じなんですけど、その擁護してる YouTuber もいるわけですね。で、僕なりのそのまとめ的な部分で言えば、
まあ確かに、要はいくら何をどう言ったところで、要は今の刑法であったりとか、民法であったりとか、法律でやっぱりその、裁けない以上もう仕方がないと思うんですよね。なので、あとはもうそうやって、まあ言ったらいろんな、まあひろゆきだけじゃないですけど、まあ言ったらその、お前が悪いんちゃうんか的な、風に、あれですね、そういう風になっちゃうんでしょうけど、なんて言うんですか、その、まあそれも結局そういうことを言ったところで、そのフラストレーションを言いたい、うさばらしにしかならないですよね。でも若干はその、あってもいいですけど、なんかただ単にその、何ももらったんですかって言ったところで、ただまあ、大したこと儲けてないっていう意見も、その言うほど儲けてないとは言うんですけど、多分今回、まあ、他にもまあ多分ね、そういう感じで儲けてる人たち、要は政策の中に入り込んで、例えばそのどこどこに例えば大きな巨大な開発をやろうってなったら、そこで地価が上がると思うんですよね。で、それで儲けてる政治家とかってやっぱしいるんで、オリンピックでもその地上げみたいなのがまああったらしいんで、なんかまあ自分だけじゃないよけど、竹中平蔵に批判が集中してるっていうのと、やっぱこれっていうのは確かに要はまあ、言うたらもう一人例えば内閣参与やってた、人がいて、誰でしたっけ、高橋陽一さんと竹中平蔵で、竹橋陽一さんからしたらなんで竹中さんが恨まれるのかわからないと、いう民営化を私がデザインしたんだってことなんですよね。で、この二人に共通してるのって、やっぱし、アメリカで学んできたとか、要はバーナンキ議長知ってるよみたいな感じで、で、アメリカ仕込みっていうことで、多分、まあ言うたら徴用されたみたいな、まあ感じだと思うんですね。で、まあそういうことなんで、で、確かにもう全く責任はないとは思わないですけど、やっぱそれだけでその政府全体を動かしてしまえるかっていうのもあるし、他のその閣僚とか、まあ言うたオリンピック絡みのその地上げであったりとか、やっぱそういうあれなんですよね。で、やっぱそういう職業についてる人たちっていうのは大衆の目があって、やっぱその政府の役職やってても、そのみんなが思ってるほど、その直接的にそんな、まあ、こう、その政治家の待遇についてはまあいろいろ言われてるんですけど、まあ、定年が早いであったりとか、そんなそうでもない、では自分たちは優秀やと思ってる割にはそうでもない、なので、その別件で稼ごうっていう、まあ、ことなんですよね。で、でも、まあ、確かにそういう向こうからしたら、まあ、それくらいちょっとくらいつまましてくれてもいいじゃんって、俺は要は世間のために働いてんだよみたいな、まあ、感覚やと思うんですよね。でもまあ、今回、まあ、結構ですね、日本って昔は200万くらい1年間に生まれてたのに、今は80万くらいってもう激減していってるんですよね。いや、人口問題が言われてるんですけど、まあ、言ったら労働、いったらバリバリ現役で働く世代がこんなにガーンと減ってしまって、年寄りばっかしが急激に増えている、みたいな。それでもう4人に1人に男性が結婚しない、で、結局バブルが崩壊してから25年、30年間っていうのは、もう日本の所得って減りすぎて、最近はやっぱし国際比較でその賃金っていう1時間あたりの賃金を比較しても、日本ってもう、他の国の6割くらいっていうのもあるし、結構ね、いろんな経済指標を見ていると、やっぱですね、やっぱ今までのそのバブルが弾けてからの、まあ言うたらその経済政策っていうのが結局間違ってたっていうことをもう認めざるを得ないっていう。で、GDP が世界3位の国が、他の国が例えば先進国、日本も呼ばれてしゃべ、先進国とみなされて呼ばれて喋るんですけど、他の各国の首脳と話すんですけど、やっぱし自分の国のやっぱいろんな経済指標があって GDP が3位でその国で働いている人たちの賃金が何々、とか今出生率であったり出生率が減ってるのも経済が悪いからまあ結局いろんなその指標を集めてみてもまあやっぱこれ経済政策っていうのは
失敗やったっていうことをもう認めざるを得ないっていうことなんですね。そこでまあ竹中平蔵に戻っていくんですけど、じゃあ竹中平蔵だけが悪かったのかっていうことなんで、ですけど、それはまああれですね、それとやっぱしもし悪かったとしても、やっぱその刑法、まあ、さっきも言ったように法律で裁けない以上、まあ、若干まあマスコミとかが叩いてお前どうやねんみたいなのはまああってもいいし、それでまあ楽しいちょっとくらいっていう、でもあんまりにもしつこく叩きすぎるのも、まあ、結局意味がないんかなみたいな。ただこれからどうしようってことですよねっていうのと、あの今回まあコロナが来たっていう絡みで言えば、あの尾身茂会長っていうのが言った専門家として提言してたみたいな感じで、で僕はそのコロナが長期化してあのかなりダメージみたいなのを言うと、経済的なダメージですよね。だいたい資産で言うと3割4割の人が経済的ダメージ受けるって、緊急事態ザラザラやったっていうことで、あので結局尾身茂会長って自分が理事やってるあの病院があって、そこの利益が例年の10倍以上みたいな形で、しかも補助金もらってその声太ったみたいな感じになってて、でしかもなんかその病院って例えば3割くらいしかそのコロナ患者みたいなのを受け入れてないのに補助金だけ 100% もらってるっていうことがあって、多分この人たちっていうのもやっぱ自分を提言して、国のために提言して専門家として儲けたんやったら、やっぱこれくらいもらうのっていいんじゃないみたいな風に思ってるのかもしれないですけど、あのそれぐらい稼がせてくれてもいいんじゃないのみたいな、言ったらその分科会の給料、ガチの給料自体そんなに高くないのにみたいな、まあ、感じなのかもしれない。ただその儲けるっていう、例えばその作家とかそういう人が例えばその徹夜とかして作品を仕上げて、例えばその印税をもらうね、それに対して、まあ、税金がこんなに持っていかれるってぼやく人とかもまあいるんですけど、あのなんかね、そういう政策的にその重要な地位に行って提言して、で、まあ、他の多くの4割の人が例えば損をしてしまうみたいな状況が出来上がっていった時に、こういうお金の儲け方っていうのはもう今ちょっとその、衆議院総選挙で例えばその今までの経済政策に対して反省ですよね。反省もあるだろうし、これからこうしていきますみたいな話が出るんですけど、出てこないのは、やっぱしね、この、こう提言ビジネスみたいな。要は俺は、結局例えばその、政府の政策を犯して、それによって自分の組織が利益を得て、で、例えばその世の中とかマスコミが騒ぎ始めた時に、いや、俺は提言しただけだから関係ないし、刑法とかでも裁けないじゃないかっていうのはもうちょっと悪いことなんだっていう、そうですね。で結局政府政治のあの仕事ってやっぱしね、平時を作ってほしいんですよね。でその中でやっぱしその経済活動をして、まあそれである程度差がつくっていうのはまあ仕方がないって納得できるんですけど、そのこれだけやっぱしね、あのなんて言うんですか、その政策的に極端なことされて損して一方が儲けるって言って、それで結局その、ね、世間が騒ぎ出しても、もう俺は提言しただけだから提言だよって言って、その責任がない、まあそれ採用した政治家もまあちょっと問題があると思うんですけど、だからこういうことってね、僕ね結構ね案外ねこう見てて、あれみんな案外怒ってないよねみたいな。ただね、僕だけがそこを見えてるのかもしれないですけど、やっぱそういうことにもね、あの、怒ってった方が、もうこれからそういう儲け方っていう、ね、あの、提言だよ、保刑法で裁けないよ、みたいな。まあ、カルロス・ゴーンが国外に逃亡したのも違うかもしれないんですけど、まあ、あると思うんですけど、カルロス・ゴーンは、まあ、日産との関係で、まあ、違うやろう、みたいな感じかもしれないんですけど、でもね、あれだけ莫大な利益を持って、もうちょっと、まあ多分まあ日産の社員とかも金もらってるんかもしれないけど、ちょっと偏ってるっていう、でそれがなんか容認されるようなね、カルロス・ゴーンから言えばこれは私がやった報酬、要は労働の報酬対価なんだからっていうふうに主張してるって、今日本せあ日産を相手取ってちょっと訴えて、もうちょっと厚かましいやつやなみたいな感じなんですけど、まあ、やっぱねそういうふうな儲け方っていうのはやっぱおかしいし、で儲けるやつがいてもいいじゃないって、まあその新自由主義的なものの考え方、新自由主義的ってまあ正確には違うかもしれないんですけど、新自由的な儲け方っていうの
が、に毒されてる人っていうのは別に悪くないんじゃないと思うんですけど、やっぱし、その、一人の人がガサッと持ってって、他の人がまあ植えてるみたいな形っていうのは、で、結局ね、その、まあそういう人たちがガサッと持って、特定の多くの人が貧しくなってしまったら、やっぱりね、消費が伸びないんですよね、結局はね。結局それで、金持ちが持ってる会社も儲からなくなって、金持ちも結局儲からなくなるんで、結局そうやって、なんていうんですか、その悪循環にはまっちゃうんですよね。で、例えば1500万年収でもらってる人が、例えば生きるのに500万しか使わへんかったら、あとの1000万っていうのは消費に回らなくて貯蓄に回っちゃうわけで、結局、もうそうなってくると、やっぱしね、消費に使えるお金を回していかないと、結局、例えば大量生産、大量消費の資本主義って、デフレからちょっと脱却できないって、まあ思います。っていう、ちょっと、本当は10分くらいで仕上げようと思ったんですけど、長くなったんですけど、やっぱ結局ね、経済の話ってね、なんか風が吹けば桶屋が儲かるっていう、なんていうんですか、理論をつなげていくとね、ちょっと長くなってるのと、やっぱちょっとね、言いたいことをちょっとこの一本の動画で言い尽くせないんで、またちょっといろんな角度からちょっと話してみようと思ってます。今日はありがとうございます。